皆さん、こんにちは。マリサだぜ。こんにちは。霊夢だ。前回から始まった、東京宝塚劇場の歴史を紐解くシリーズ。旧東京宝塚劇場は、宝塚だけではなく、多くの演劇を上演し、戦争も乗り越えてきたけれど、老朽化のため、建て替えが決定。東京での宝塚上演は、帝国劇場で行われてきたけど、その後はどうなったのか。今回は、その後の東京宝塚劇場の歴史を語っていくぜ。前回の動画を見てない方は、ぜひ見てから、こちらの動画を見た方が、よりわかりやすいと思うぜ。さて、本編へ入っていくぞ。帝国劇場で、2作品上演があった後、1998年5月30日に、宝塚センデイズ劇場が開場となりました。この劇場は、宝塚専用の劇場となり、通年公演が可能となったんだ。おやっと、東京にも宝塚の専用劇場ができたんだな。東京での通年公演をするために、1998年1月1日に空組が誕生したんだ。そういうことだったんだな。こけら落とし公演となったのが、誠翼さん主演月組公演ウエストサイドストーリー。ただ、この劇場は、仮設だったため、大劇場にあるようなオーケストラキットがなかったんだ。なので、基本的には音源公演となったんだけど、ウエストサイドストーリーのみ、花道上にオケスペースを設けるようにして、生演奏で上演したんだよ。劇場は、1階席のみで、2031席という広さ。座席が硬かったらしくて、苦情が上がったり、仮設建築の弊害で、外部の騒音が入り込む。大雨の日など、雨足が屋根を打つ音に驚かされたこともあったそうだ。それって、最悪だな。音はどうにもできなかったみたいだけど、座席には、クッションを置いて対応してたみたい。ファンの方々の中では、仮設だから仕方がないと思っていた部分も、絶対にあったと思うぞ。1998年に宝塚歌劇団が、作成したポスターがあったんだけど、キャッチフレーズは、宝塚、動き出す。新しい劇場の建設、新しい組の誕生。進化しようとしたタイミングだったんだろうな。この劇場で、こけら落とし公演のウエストサイドストーリーをはじめ、エリザベート、ノバボサノバ、劇場、凱旋門。宝塚現役生や OG の方々にもファンが多い、月組公演ルナブルームーンブルー。結構、未だに人気の作品が数多く、上演されたんだよ。センデイズと、名付けられた由来は、使用期間が1000日間という意味でした。そして、2000年12月13日、929日目で、閉館されることになります。もしかして、そう今、現在使用している東京宝塚劇場が、完成したんだ。センデイズ劇場最後の作品は、アドゥ宝塚センデイズ劇場。当時の花組、月組、雪組、星組、空組のトップコンビ、並びに、新鮮火星10名、空組の組子全員が出演したんだ。センデイズ劇場で、上演された作品の曲を歌い継ぐ形のものとなりました。フィナーレは、出演者全員で、スミレの花咲く頃を歌ったんだよ。とても素敵だな。ということで、今回は、ここまで。なんか、いろいろとあったけど、最後は素敵な形で終わってよかったな。そうだな。そういえば、センデイズ劇場は、その後どうなったんだ？本当は、閉館後は解体して更地になることが決まっていたそうなんだけど、建物はそのままに、中を改装して、インフォス有楽町、というショッピングセンターに大変身を遂げたんだ。東京都が持っている土地のようで、最初は10年の賃貸の予定が、延長して、最終2018年12月2日で全てのテナントが閉店しました。実は、この時に1回だけ中に入ったことがあったんだけど、なんか、ここで宝塚の劇が上演されてたんだと思うと、不思議な気分だったよ。そりゃ、そうだよ。私でも、そんな気持ちになってたと思うぞ。そして、東京2020大会や開催都市東京に関する情報発信拠点となる東京スポーツスクエアとして、2019年2月にオープン。東京2020大会中の PR や、ライセンス商品ショップ、お忘れ物対応。東京都メディアセンターとして、利用されていました。今後、どのような形になるかはわからないけど、いろんな方々が訪れるような場所になったらいいな。ほんと、そうだな。
可能ならば、劇場でも良いような気もするけどな。今後が楽しみだな。それでは、今回は以上だぜ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録。高評価。よろしくお願いします。